今日もお宝ゲットだぜ。はい、始まりました、親子で虫捕り。今日はね、ヒューガさんも来てるんですけど、アミを忘れちゃいました。ということでレモンちゃん、鬼山だ。鬼山あ、鬼山くんでした。はい、レモンちゃんの今年の目標は鬼山を取ることですが、それは何ですか、そのジャンボ鬼山くん。勝った。これはどういう効果があるんでしたっけ。蜂とか、虫とか蚊を寄せつけない。そうなんですよ、あの最強の昆虫スズメバチと思いきや鬼山なんですって。鬼山ってなスズメバチ食べれる。そうらしいね、うん、カマキリも、オオカマキリとかも食べれるらしい。そうだから三大、最強昆虫がそのスズメバチ、オオカマキリ、鬼山なんですけど、その中の王者がそれらしいな。鬼山、うん、今年はレモンちゃん、今年は鬼山をね、取るというこの縁起も担いで鬼山くんを買ってきましたので、さあ、今日買いましたね。はい、本日は、千葉県印西市の公園に来ておりますが、どうします、セミの声がね、うん、ニーニーゼミ、まだ夏の始まりなんでニーニーゼミの声がしております。まだミンミンゼミ、アブラゼミはあんまり聞こえないので、ニーニーゼミ狙い行く。アブラゼミ終わったっけ。アブラゼミこれからやで。これからうん、まずに、そう、まずニーニーから行きますから、うん、まあとにかく今日はね、ヒューガさんそこに来てるんですけど、ヒューガさん、はい、はい、あの、アミ忘れたことは伝えましたけど、一応ヒューガさんも正解を聞きましたから、はい、あの今日はレモンちゃんの応援隊ということで、はい、はい、よろしくお願いします。それでは行きますよ、レッツゴー。今日はヒューガさんがマネージャー的役割をね、バッチリ果たしております。この草原いいですね、今ちょうど綺麗な青色、あそこにアゲハも飛んでる。お麦わらトンボ発見。取った。オッケー。これ塩辛のメスかな、麦わらトンボでしょうか、どうでしょうか、チェックします。はい、これ多分塩辛のメスやね、麦わらトンボね。はい、ほんだら鬼山くんのそばに。かわいそう、鬼山くんのそばに。かわいそうや。え、でも鬼山ってな、これを食べんで、トンボ食べんで。食べんの、トンボ食い普通にあんで。でもそれはほんまのトンボ食いは見たことある。分かった、ほんだら逆さでこっち。ダメ。はい、ほんだらヒューガさん、はい、ヒューガさん、はい、はい、バイバーイ。これ少量バッタのオスかな、ちょっとなんか、あ、これチキバッタ。パパのおやつ。おやつ。どれ。なにこれ。うんこ。今のドライキノコなんですか、アレムちゃん。ドライキノコじゃなくて、そのな。スーパーでさ、しいたけが嫌いな人で、しいたけ嫌いな人で、美味しいって言わせたっていうやつがあんねん。ああ、そうなんや。ほんなら、パパ、もうあれ、食べれへんわ、あれはさすがに。おやつと言ったから、僕、ビッグ、目を光らのね、輝かせて言ったけど。おやつちゃうわ。なんで？パパはチョコが好きです。さあ、この辺のちょっと雑木林的なところ、どう？なんか足元やばかったら、パパが代わりに入ろうと思うんですけど、この辺やったら22ゼビ、いけるんちゃう？こういう蜘蛛の巣がね、雑木林ね、嫌なんですよね。油ゼミ発見です。油ゼミ。さあ、チャレンジだ。あー、失敗。はい、22ゼミ見ました。この桜の木の、木の皮と全く同じ柄やから見つけにくいけど、発見。ママにバトンタッチ、ヒューガさん、チャレンジです。さあ、いけるか。結構高いんですね、あの上。どっちがやる？後ろから行く、後ろから。さあ、頑張れ。ジャンピング。入った？どうだ。あー、どうやら逃げましたね。じゃあまだいるからね。どうした？これ見て。すごいやろ、この好きな子。どれ？ほら。だって見て、めっちゃおとぎ話に出てくるやつ。ほら、帰っちゃダメやで。確かにそうやな。アリスとかに出てきそうなキノコですね。はーい。ほら。おー。すごい。すごいな。食べて。いやー、なんで最後が食べてになるの。なんかバッタいたぞ、バッタ。でもさっきのはな、羽をな、開かしてたの。バッタいたぞ、バッタ。あ、バッタこれや。ちょっとレモンちゃん、バッタ取れる、バッタ。さあ、取れた。取れた。さすが、早い。
はい、レモンちゃん撮ってくれました。少量バッタのオスです。糸トンボです。糸トンボです。これも一応撮ってみる？はい。これは簡単でしたね。あい、あい、どん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 。手前にもいる、手前にも。レモンちゃん、手前にもいるぞ。おちょっとダブルチャンスで、どっちに絞る？手前で行くか。よし、チャレンジ失敗してもいい。行け。どんまいどんまいどん。はっきり逃げたやつがこのクヌギにくっついた。もう一回レモンちゃんチャレンジや。逃げた。どんまい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 。この先の方に肉ついてるんですよ。はい、ただ高いので、これヒューガさんにバトンタッチです。さあ、いけるか。結構入り組んでるからね、意外と22で難しいな、とんの。おし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 、いける、まだまだ、まだついて、まだついてんで。よしよし。あ、逃げたか。また発見しましたが、またこれね、枝の分かれ目のちょっと入り組んだとこなんですよね。でもじゃあ、チャレンジだ。じゃあ、どんまいどんまいどんまい。え、何？死んでた？はい、レモンちゃんゲットです。はい、ちょっとね、なんか、ポタッと落ちてしまって、その、網の衝撃で、なんかちょっと、脳震盪起こしたのかもしれないけど、でも生きてます、生きてます。うん。レモンちゃんやりましたね、2、2、2。ちっちゃ。うん。はい、はい、レモンちゃん手出して。怖い、怖い。怖い色、色、色。色、色。色が。はい、2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 、
ミゼミ。これ最後、ミミゼミね。よ、近くの夜、これ、まだ撮ってない、野生の。おい、ニーニーちゃんです。これ高いな、手で行ったろか、手で。行ったんちゃう？よし、オッケー、ゲットしました。はい。あれ？あ、さっきのでした、さっきのでした。やめて！なんか逃げへんと思った。ニーニーゼミと思ったら、変なカメムシが交尾してました。ニーニーちゃんまた言いましたけど、これもとても難しいから、これをね、あとアップで観察して、気を分かりしたいと思います。ニーニーちゃんです。はい、ニーニーちゃんいました。腹広カマキリのね、ちょっと赤ちゃんがいまして、取れるかな？さあ、頑張れ。ゆうべさんにバトンタッチして、いけるか？向いちゃった。結構カマキリ動き早いからな。ファイティング。おお。ああ、引っかかった。これね、これね。よし。結構小さいからすぐ取れるかなと思ったら、すばしっこいですね。そして緑色だから葉っぱに紛れてすぐ見失う。これはニニゼミ同様。苦戦を強いられております。一応まだいんのはいんのいる。お、レモンちゃんのなんか落ちてきらへん。落ちてきはしっかりこう気にしがみついてますもんね。だって命かかってもう向こうからしたらね。はい、暑いですね。もう34度5度いってるでしょう。はい、ニーニーゼミ、姿は声はまず聞こえて、姿を見つけるのが大変で、姿を見つけて撮るときにも網が、あの枝の間こう入っていかないんですね。うん、だから難しかった。うん、まあ、でも、レモンちゃんね、一匹、ちょっと、ね、動きの遅いニーニーちゃん捕まえてくれましたから。動きの遅いんじゃなくて、うん。レモンが、うん。網が分かっちゃったから遅なって。あ、そうかそうか。まあ、でもまあ、こういう事故もある。はい、ということで、しっかり水分とって、本日は、でも夏、感じましたね。夏が始まった合図がした。今、ヒューガさんも、レモンちゃんも、ミセスグリーンアップルにハマってるんですね。うん、最後、お二人の一番好きな歌、一曲ずつ聴いてお別れしましょう。僕は、青と夏です。ヒューガさんはミセスで。うん。今、ハマってる曲でいい？うん。まず、ヒューガさん。ニューマイノーマル。後ろの、それ聞いてますね、今度。ニューマイノーマル。はい、レモンちゃんはやっぱマジックにしよう。マジックね、マジック。コロンブス。また帰りの車ね、ミセスグリーンアップル、ヘビーローテーションで楽しみましょう。はい、というわけで、夏が始まりました。また会いましょう。さようなら。さようなら。